歴史的問題としての慰安婦問題と、やっぱりその米軍問題という、現代の問題というのを一緒の流れで語られたというのが一つのやっぱり問題と言われて、やっぱりそこは歴史問題である慰安婦問題と、現代はそうじゃないって市長が言ったから、やっぱり米軍問題というのは、それやっぱり切り離して語るべきだったんじゃないかと思うんですけど。でも切り離してというか、時間的に切り離せばいいってことですか？それはやっぱり論点としてね、同じような話であれば同じように考えてもらう。僕はやっぱり米軍問題っていうところはね、それはアメリカに対して米軍に対して安全保障上感謝はしてますよ。これは日米安全保障条約の下でね、きちんと日本の安全保障に貢献してくれてるということは感謝はしてます。これは普天間の司令官の方にも伝えました。でも感謝はしてるけれどもね、やっぱり米兵のね、その性犯罪の問題っていうものはやっぱりこれは一番沖縄県民の機微に触れるところなんですよ。そこを止める止めると言っても全然止まらない。そうであればね、何らか本気になってね、その米兵のその性的な欲求か何かをそれをコントロールするってことを本気になってくださいよ。で、今日の朝日新聞なんかのね、その社説なんかでもそれは無責任だとか現代社会の価値観に合ってないって言いますけど、じゃあ具体的な何か提言方法何かあるんですかってことですよ。それは沖縄の会見では市長は地位協定の改定速度結構ね、はっきりとそのいわゆる交流の話ですね。それはやった後の処罰の問題じゃないですか。それは不公平の問題であってね、性犯罪を止める方策っていうのはそうしたらどうしたらいいんですか。それは一つの信念としてね、風俗というものを活用したらどうですかってことは進言しましたけど、もっと本気になってコントロールしてくださいというふうに言ったんですよ。それはオフリミッツだとか禁止だとか、そういうところ行くことは禁止だ、あとは何ですか、ビーチバレーをさせるとか、いろんなリクレーションをさせるとか、いろんなそういう話来ましたけど、本当にそんなので止まってないじゃないですか。そういうところをしっかりやってくれないと、米軍基地の問題だって日米安保の問題だって信頼関係が崩れていきますよと、どうなんですかっていうことで僕は伝えたんですけどね。でもそこでその風物詩を一方で、その慰安婦問題というか流れの中で語られたら、やっぱり現実でも必要だと思ってるんじゃないかっていう、そういうふうな認識を最後は慰安婦が必要なんじゃなくて、軍隊の兵士の性的なコントロールっていうものは一番軍で考えなければいけないことであってね、そこに力入れてくださいっていうことです。それはもう慰安所っていうものは使えませんよ。そしたら現代社会においてどうやってコントロールするんですかということを真剣に考えてくださいっていうのを言ったんです。その必要性っていうのが、そういった施設の必要性っていうのは認めていて、慰安婦っていうのはまあ時代的に今はないけれども、そういった施設は必ず必要だっていうふうには、必ず必要なんじゃなくて、そういう活用っていうことも考えられるんじゃないですかって言ったんです。それがあるんですから、現実に法律で認められた範囲で。だってこれは米軍はアメリカの国務省のね、報道官も勘違いしてるのは、僕が法律で認められたその風俗業と言ったらすぐに買春だっていうふうに言うわけですよ。違いますよ、僕は買春なんか一言も言ってませんよ。これ繰り返し言ってるのは、法律で認められた風俗っていうものは世界各国あるんですよ。それは風俗業というのは先進国ではみんなあるんです。で、その範囲の中でね、それも活用しながらその兵士の性的なエネルギーをコントロールしてくださいよということを僕は言ったんですね。それは性犯罪というものは沖縄では大変な一番のね、問題であってね、だからいろんな犯罪ありますけどもね、性犯罪というところだけはこれ県民感情ね、どうしてもこれはもう抑えることができない。だからもっとそこは僕は米軍にも感謝してるけども、米軍も本気になって考えてほしい。だから僕は改春なんか進めたこともないし、国務省の報道官もすぐ改春はそんなのアメリカの価値観としては合わないって、それはね、ピューリタニズムで当然ですよ。で、日本社会でも改春なんていうのは今認められていませんよ。しかし法律の範囲内でいろんなその性的なエネルギーをコントロールするね、その業というものはあるわけですから、そういうものも真正面から考えてくださいよというふうに言ったんですね。市長、法律家でもあると思うんですけども、いわゆる地位協定とかですね、安保条約とか、そういうルールで抑止をするんじゃなくて、風俗業を進めるっていう、その考え方はルールでまず抑止をするっていうことで解決をするんじゃなくて、風俗業を進める、この考え方っていうのは政治家の価値観という、じゃあルールで性的欲求を収まりますか。まあ、その法治国家であれば、一応法律でそういうのを抑えていくというのが基本的な考え方だと思うんです。やった犯罪に対して処罰をしていくのがルールですよ。だから沖縄県民が地位協定でものすごい納得がいかないのは、交流権がないっていうことですよ。交流権があるなしやっていう問題が地位協定のね、公務外の犯罪の問題であって、ルールをきちんとやったからといって性的エネルギーがコントロールできるなんて、まあそれはおかしいですよ。そんなことやるんだったら、世の中じゃあ何かルールを作ったら性犯罪がなくなるんですか。
違いますよ。だから僕はそれは建前論じゃなくてね、現実に生身の人間のその性というものをどうコントロールするかっていうものをもうちょっと真剣に考えてくださいよと。それは僕は別に風俗業の活用だけを言ったんじゃないですよ。そういうこともあるだろうし、もっと真剣に真正面から考えてくださいよと。それをやらないと、せっかく日米でね、その安全保障条約の中で信頼関係を築いてああいう形でやってるのにね、一つの米兵のその性犯罪で全部が崩れていくんで、それはルール作ってね、性犯罪がなくなるんだったら、それは日本、それはいくらでもルール作って、現実に性犯罪を抑えることができるじゃないですか。それはどうやってコントロールするかっていうのは、それは教育だったり、何かしら発散の方法だったり、そういうことをきちんとマネジメントした中で、そのルール違反をやったことに関しては地位協定でしっかりとフェアに増していくべきだと思いますけどね。地位協定を何か改定したからといって、人間の生身の性のエネルギーを抑えられるなんていうのは、僕はそんな人間観には立ってませんね。